試し引き。さあということで1本目、あ1本目山さんこれです、ね、これはテレシェイプっていうかね、そうですね、いわゆるもうあの TL シェイプをまあ元にして、うん、はい、でもなんかこうかなりモダンな感じがしますけどね、はい、ピックアップがね結構まあ特徴的だと思うんですけども、これですよ、はい、いわゆるこうフィルタートロン的な、そうです、グレッチのまあフィルタートロン、うん、を、まあ、フルハムバッカーサイズにアレンジしたものになります、はいはいはい、あ普通のハムバッカーのギターをお持ちの方も、うん、まあ、乗せ替えれますよっていうのが、あ、そうなんだ、そうです、そうです、それは面白いですね、はい、あ、じゃあこれはそれだけでも、そう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 、まあね、このギターのご紹介ではありますが、このピックアップもなかなか面白い、面白いぞと、はい、セマダンカ、そうですね、サイクロンという、そうモデルになります、まあ、フィルタートロン、まあ、ハムバッカーの構造をしてるんですけれども、まあ、ちょっとシングルコイルと、まあ、ハムバッカーのちょっとこう、うん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 、中間的なクリアなニュアンスで、そうそうそう、はい、ね、こんなトーンが面白いですよ、ね、魅力ですね。なるほど、なるほど。どんな音がするかですよ。ちょっと弾いてみますか、はい、じゃあ。めっちゃいいですね、ロックンロール、ロックンロールな感じで合いそうな感じのする、ええ、ね、ここからインスパイアされるものがありますね、そうですね、ガッツリしてますね、うん、ですね、ロックもいけちゃう、そうですね、ロックというかメタル系、うん、ハードロックメタルまで幅広くカバーできますよ、面白いですね、うん、でやっぱねギターがね、うん、いいですよ、ありがとうございます、感動するんですよ、ちょっと毎回動画でも言ってましたけど、あの高くてもね、皆さんね、そうでもそあのね、感動しないこともね多々あるんですよ、あまあまあねとか言いながらね、毎度感動するんですよ、 ESP さん、ありがとうございます、ちょっとね、なんかいいことばっかり言ってんじゃねえよっていうこと、人もいるかもしれないですけど、はいはいはい、全然もうなんかお世辞とかじゃない、はい、とりあえず弾いてみって感じですね、弾いたことないとね、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、2本目行っちゃいましょう、はいはい、これがストリームですね。ストリーム。ストリーム。はい。FB です。FB。インスパイアド FB ですかね。FB。まあ、某 FB より、断然弾きやすい。はい、特にこのテールピースをちょっとこれ、うん、いいですか、アップに当てていますね。うん、これ実はこう水平方向にこの、うんうんうん、後ろと前とそこ移動するように移動できるようになってます、やっちゃいます、はい、めちゃくちゃマニアックじゃないですか、めちゃめちゃマニアックまあ要はこれでテンション感が少し変えられるというシステムになってますね、このね角度ついててもこう干渉しない、この、はい、そう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 、ね、ブリッジに干渉しないようにこう溝が切ってあって、ええ、で金属的な鳴りするかと思いきやね、はい、木の音もするんですよね、うんうんうん、エレキギターでやっぱその木と金属のこの、うん、あマリアージュじゃないですか、はい、マリアージュですねこれはなんかホロかと思うぐらい鳴りますね、早速音出しましょうか、お願いします、グリーンでね、はい
変わりますよね。そうですね。タップもしてないんですけど、はい、クリアな音になりますね。そうですね、もうハンバッカーハム状態で、はい、弾いていただいてます。なるほど、こういう感じ。じゃあちょっとこれも歪ませて、はい、ドライブでリアでゴンゴン行ってみましょうか。行ってみます。カラッとしたトーンというか、やっぱこう生なりが反映されてますよね。そうですね。そうそう、あの、はい、ESP って、はい、なんかこういろんなブランドあるじゃないですか。そうです、あのいろんな僕らは分かんなくなっちゃうんですよね、正直なこと言うと、はい、まず ESP でしょ。あ、そうですね。あと、はい、そのグラスルーツ。グラスルーツ一番これが廉価のモデルで、はい、入り口にね。そうですね。そうです。でそっからちょっと行ってエドワーズ。エドワーズ、ね、この辺はね昔から結構あるんで、はい、僕も知ってますね。そうですね。さらに今やあったら、まあ、E2 っていうモデルも増えましたね。 E2 は何なんですか。まあ、エドワーズとESP のちょうど中間的な。そこにも来ましたか。はい、なるほど。まあラインナップになってて、でも結構アーティストモデルいっぱいありますよね。そうです、そうです。もう実際プロクオリティです。はいはい、はい、ですよね。はい、でアメリカ企画 USA 企画のものがすごく多くて、うんうん、まあ、特に海外のミュージシャンの中、プロミュージシャンの中は、はいはい、E2 使ってますね。 E2 って何ですか。 E2 2 E2 の2ですか。E2 の2誰か分かりますか。分かりた。分かりません。そもそも ESP がそうですよね。あ、そう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 。特に、はい、あのエレクトリック何でしたっけ。エレクトリックサウンドプロダクツってこう一応ね書いてるんですけど、はいはい、あれは実は後付けでアルファベット3文字ポンポンポンかっこいいよねっていうところが実はスタート。ESP で ESP 後から考えた。そうそう、ね、エレクトリックサウンドプロダクツは後からビシッとその前からあったかのように。そうそうそう。でそこからグラエドワーズもなんかねいろんな諸説あるんですよね。その今スタッフの方に聞いてたんですけど、そう、あの、はい、いろいろ話してました。バンヘイレンじゃないかとかいう人もいたり、なんかこう、ね、その響きだったりとか、その綴りじゃない、その見た目的にアーダゴーダっていうところもあったりとか、で もともとなんならあれですよね、ナビゲーターの上位ブランドだった時もあるんですよね。でそれもごくごく初期からいらっしゃる。ごくごく初期です。方しか知らなかったっていう。はい、まあ、僕入社 10年とかですけど、あの初めて聞きました。あと何でしたっけ ?LTD ですね。はい。LTD。LTD って何ですか、はい、また。これもわかんない。誰も知らないっすよ。そう。どういうことですか。あの実はそのリハの時にね、うん、もう役員に直接聞いたんですよね。そう、電話してくださったんですね。そう、確認しますって、うん、なんておっしゃってました。わかんないっすよ。役員もわかんないんですよ。まあそのぐらいミステリアスな方が、リハのイメージってそうですよね。なんかね、なんかこう決まってなんかイメージが固執するよりもちょっとふわっとしてた方が、そうですね。だいぶこういい感じにまとめましたけど、ね、あ、ありがとうございます。なるほど、まあ、そういうモデルがいろいろあって、はい、最初のにね挙げたグラスルーツ、エドワーズ、ESP、まあ、こういうね年間まあ3段階ありますけれども、はい、それぞれ音どうなのかと。そうです、ちょっとここもぜひ品質ね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。よろしくお願いします、はい。
こちらグラスルーツですね。グラスルーツ。グラスルーツの、まあ、スナッパータイプ。GSN ですね。また世界が変わりましたね、今。そうですね。一気に。ね。一気にという方ですけど。一気に変わりましたよ。はい。はい。馴染みある。すごく馴染みがある感じです。はい。なるほどね。こういう感じですね。あ、でもまあ、こう。持った感じのね、こうパッてこう目つぶって持たされたら分かんないかもしれない、うんうん、まあ、やっぱりあの初心者の方でもあのやっぱ引きやすいようにっていうところの、うん、工夫はあの様々されています、うん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 、あ、ネックジョイントのところなんかはこう、はい、カットが入っていますね。これもすごいですね。はい、これなかなかやってくれてるとこ少ないんじゃないでしょうか、はい、ここにまずこう入ってこう入ってるんで、だいぶあの、うん、ハイポジションでのギターソロなんかは弾きやすくなってます。削っただけでしょって言うでしょ強度がね。そうですね、変わりますから、はい、それによってちゃんといろいろちゃんとしてないと、まあ、ここね、はい、ボディなんて言ってもなんかこう薄くすれば軽くなるとかなるけど、うん、あの曲がりますから。そうですね、はい、簡単なことじゃないです、こういうちょっとしたことでね。そうですね、これおいくらぐらいなんですか。これが、ね、5万円ぐらいですね。5万円ぐらいで買えるやつ、はい、まあね、ハードウェアだとか、はい、ピックアップとかにね。そうですね、まあこの努力の跡が、はい、見えるかなっていう感じであります。そうコストパフォーマンスの努力の跡がっていう。そう、多分音だと分かんないんじゃない、うん、ちょっとでも弾き心地は多分分かると思うんですけど、まあちょっと無理に弾いてみましょう。別に僕がこれ仕事に持ってって、ええ、バンマスに怒られるかって全然怒られない、もちろん、ええ、うん、いや、この価格帯でこのサウンドとか全然問題ないんじゃないですか、はい、本当に本当に1本目これから始めるぞっていう方にはすごくおすすめな、うん、でピックアップレイアウトもやっぱ、まあ、シングルハムバッカーなんで、うん、やっぱいろんなジャンルに対応できるっていうところがこのギターの何でしょうね、まあ、いいポイントでもあると思います。うん、その響きがね、やっぱりその高級木材の感じとまたちょっと世界が変わってきますけど、うん、まあ、人が聞いて気づくとかじゃないレベルですね、はい、まあ、僕らはちょっとね幸せ度合いがね、まあ、さっきのとなんかこう浸っちゃうんですけど、でもやっぱり自分が本当に一番ギターを初めて練習して、うん、一本目のギターって多分一番弾くと思うんですよ、ね。十分。ええ。うん。なんかそれをこうやっぱ思い出しますよね、この、うん、あのクラスのギターを弾くと。うん、でね、その例えば、昔って言ったらいいかな、なんか僕らがこう、通販でね、なんか雑誌の裏で。そう、雑誌の裏でね、通販で売ってるやつ。もうね、ナットとかやばかったんですよ。そう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 。あれを最初に持たされたら、うん、ギター人生終わるんじゃないかっていう。そうそうそう。あれは、あれを想像したら、そうですね。うん。もうだいぶ作り込んでますね。そう。だからそれって、これ中国？中国製？そうです、これは中国製です。うん。中国製って言っても、はい、これ、ただ、自社？そうです。ですね。ESP の。ESP の、まあ、自社工場になるので、うん、ちゃんとあの、まあ、日本人の、ね、まあ、職人や、ね、スタッフがあの現地に行って技術のクオリティコントロールがされてますよ、はい、そうです、うん、でまあ、この辺がね、もし、まあ、専門なんかさっきついてたようなやつとか、はい、アップグレードしたかったら、まあ、変えられるし。そうです、ギターの楽しみの一つでもありますよね、改造ね。その辺はいろいろまたこう育てていくっていう感じもあったりしていいんじゃないでしょうか、はい、まあ、基本的なところフレットの磨きとかね、この辺は、まあ、ESP クオリティありますけど、まあ全然問題ないと思います、うん、まあこの辺も打ち替えればね、
あれだし、まあ、はい、言うても別に問題ないですよ。はい、周りがね出たりとかもないし、はい、うん、もう正直に言っていきますからね。はい、うん、あ、そうですね、忖度なしでいきましょう。なしですよさあ続いて、これまたグレードが上がりましたね。そうですね、これの、一つ上がってエドワーズ、うまいこと差をつけますね。いやー、そうなんですよ、ここから国産になりますね。明らかに違いますもんね、やっぱね、はい、うん、この辺だから、まあハードウェアがまあロック式になりましたね、これね。そうです、五等製の、はい、ロック式ペグになります。ね、こういうね、あの段差がついて、段差もついてます。うん、はい。で、ここら辺も綺麗にへ、あのブリッジですね。この横ネジがやっぱね飛び出てたりするんですよ。そういうのが、ね、ちゃんとこう整えられてて、はい、あの引いててもね心地よい感じになってますね。こちらも五等製になりますね。うこういう世界品も世界標準のやつがついてる、はい、うん、もうこうなってくるともう分かんないですねESP ですよって言われても、うん、そうですかっていう、ね、そうですね、パッと見、まあ、そうですね、使われてるパーツなんかも、うん、もうペグとかブリッジなんかはもう同等クラスなんで、うん、ここら辺もギコギコとかね、はい、ないです、うんうん、あの指板の指板もねツルツル、はい、ちょっと厳しめに見てますけど全然問題ないです。ちょっと音で聞いてみますか。はい、うん、あ、まあそっかクリアですね、クリアの音、ね、はい、霧が晴れたような感じしましたね。わかります、皆さんわかりました、はい、これピックアップは、ピックアップはまあ国産のピックアップですね、うん、まあこの辺なのかな、なんかいろいろ要素ありますけどね、もう一回。そうですね、うん、国産ピックアップって確かにあのそのいわゆる、弾丸とか有名ピックアップとかってハイパワーなものが多いんですけど、このあえてこのシャリンとした感じのクリアな感じが好きって方も実はいるんですよ、一定数、なんかそんな感じの、はい、ピックアップですね、うん、でやっぱりあのスターガードじゃなくてフラットになってるんで、やっぱ引っかかりなくて弾きやすいですよね、はい、うん、もうちょっと音引き出してますね、はい、な音がします、ええ、うん、違うは違うです、ええ、いわゆる F 社と、はいはい、うん、あ、違うは違うんですけど、はい、欲しいそのフロントの音とか、うんうん、今ハーフトーンで弾いたりとかしましたけれども、はい、そういう音がちゃんと出てくれるので、ええ、安心感がありますね。ちょっとセンターで歪ませて弾いてみますね、はい、うん、そうそう、こうベキョっていう、うん、やっぱこの辺は踏襲してくれててありがたいしね。そうですね、うん、あとイントネーションすごいなんかいいですね、心地よいですね。あ、その辺もね気にしないぐらい、うん、よかった、うん、全然、ね、やっぱねそこがあるとね、うん、もうテンション下がりますよね、はい、じゃあリアでゴリゴリに沈ませて、はい、ゴリゴリでお願いします。
ST にハムが乗った、音ですね。そうですね。あのそうあってくれっていう、そうですね、音ですね。まあ本当に、だからさっきのとかと比べるとこう暴れる感じがあったと思うんですよ。うんうん、ふわっと、はい、この雑味感だからエディとか連想する感じ、はい、そうそう、あの年代ですよね。うんうん、そう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 、またちょっとねこのやんちゃな感じが、やんちゃな感じ出てきますね、はい、その辺がちゃんと出てくれる、うん、で結構 ありがたいんですよ、やっぱりその、うん、ありがたいっていうのはあるのが難しいってわけですから、ね、あのこういう形だからそういうの音が出てくれるだろうと思いきや、はい、出てくれないこともあるんですよね。そうですね、っていう時もあるんですけど、ちゃんとそれが出てくる、まあ、それこの形も望むっていうことはそういうことですから、うん、それがあってくれると安心です。だからこのくらいになるともうなんか廉価版なんですかっていう感じしちゃうんですよ、うんうん、これいくらぐらいでしたっけ、これで12万ぐらいかな。まあそんぐらいするとね、うん、まあここからさらに、そうですね、上の ESP 行きましょうか。行きましょうか。はい、またちょっとルックスが変わりましたけど、これはちょっと塗装から言いましょうか、うん、ね、まあ、ドリフトウッドっていうふうにちょっと弊社では言ってるんですけど、いわゆるサンドブラスト加工ですね。はい、凹凸をね、凹凸をこう強調させて、さらにバーナーで、うん、焦げ目を、はい、つけています。こうやんちゃな感じがしてますけど、はい、これはね、アームも、そうですね、新しいやつが、ESP の、はい、フリッカーです。フリッカーがついて、で、性能はだが、これは、はい、それぞれモデル名わかりますか。フロントが STK、S7。はい、STK っていうと何、まあ、いわゆるスタックになってて、はい、じゃあ、ハムキャンセルされてる。ハムキャンセルされてます。ノイズレスになってる。そうです。うんうん、まあ、シングルコイルのサウンドはきちんと、出しながらも、ノイズは少ないよ。ちょっとその辺検証してみましょうか、ね。はい。じゃあ、で、ハムは、ハムが、TB の16ですね。16。はい。これとハイゲインなんですか。16は、まあ、これも号泣とカスタムの、まあ、ハイブリッドになるん で、 で、ね、パフを元にしながらも、ちょっとこう、うんうん、まあ、原因をプラスさせたような特徴を持った。なるほど。まあ、そういう仕様です。あと、まあ、メープルで、はい、貼ってあ、貼りメープルの、ル、うん、感じですね。はい。ちょっと生音チェック。はい。エドワーズ、はい、先ほどの差は限りなく、うん、近い、はい、うん、感じ、うん、ですけど違う、うん、うまいことそこのどういう風なさじ加減で合ってんのかなって思うぐらいの感じで、うん、はい、やっぱりね、こうツルツルなんですよ、フレット、はいはい、もうね、ヌルヌルする感じぐらいの感じ、ステンレスフレットかなと思うぐらいの、ツルツル感、この辺はね、如実にやっぱ出るんで、やっぱ違うなっていう感じがしますね。このほんの少しの差がとても重要で、 そこにやっぱりお金がかかるっていうその差ですよね、もはやね。ずっと聞きますからね、この買ったギターをね、はい、これ何が違うんですか、これ秘密です秘密が秘密まあ、だからこれは職人の手がこうよりかかってるわけですよ、ね、まあ単純な話でもう本当に丁寧に作る以外は、うん、特にないですけどもね、うんうん、コツとかそういうのは、まあ、すごい細かいところで言うとこの3弦のナットの高さとか、はい、ここ攻められるかみたいなのが、はいはいはい、やっぱりこう攻めすぎるとビビる、うん、そうですね、ちょっとしたネックの動きでちょっとこうメンテ必要になってくるんですけど、いい塩梅を攻めてでこうネックがやっぱりこう安定してるからここまでいけるっていうのもあるでしょうし、まあ一つ挙げるとなんかそういうところなんじゃないかなと思うんですよね、うん、フレットの磨きもそうですけど、
あとセットアップもあるかな、やっぱりこうピックアップの高さとか、はい、うん、材に対してのどのモデルを乗せるかとかも、うんうん、ね、やっぱりこうある程度絞ってこの辺になると、はい、その本数も限られてきますもんね。あ、作れる本数。あ、そうです ね、 ね、あのグラスルーツだってもうバーッと作んなきゃいけないから、まあね、いわゆる大量生産で大量生産するっていう前提で木材を調達しなきゃいけないし、パーツも調達しなきゃいけない。 でもこれだともうちょっと絞れるから、うん、もうちょっとその、はい、厳選できるみたいなところもあったりありますね。やっぱ ESP はあの本当に結構なんでしょうね、工場もあるんですけど、うん、本当工房みたいな感じですよね、うん、ギター工場っていうよりか本当に一本一本、うん、工房で職人が作ってるっていうようなその、うん、規模感でやってますね。す、まあ、じゃあちょっと音いきましょうか、はい、じゃあ音はフロントでまずクリーンでね、はい、聞いてみましょう。これスタックなんで、そうです、木とどう違うか、はい、うん、さっきのスタックなってないんですね。なってないですね。いきます。ああパワフル。やっぱ違う。やっぱ違いますね。なるほどね。だこの、シングルサウンドがいいっていう人もいると思うし、はい、さっきのもっとシャープな、うんうん、面白いな。面白いですよね。こうやってずっとやってられますね。ムチッとしますね、こっちの。そうですね、うん、パッとの音になりますね。僕ね、エドワーズの方が好きかもしれない。はい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 。あのシャープな方が。そうですね、いわゆる、うんうん、結構本当ここはもう好みによって、うん、このね、こっちだったらもうちょっと何だろうな、どういう風に使うかな、うん、なんかこう今のちょっとコンプがかった感じがするですね。そうですね、コンプ感ありますね、うんうん、その辺が、うん、あのデフォルトで好きな人は、ええ、ありかもしれない。はい、うん、だやっぱね、全然センターとか今リズムアスで弾きましたけど、ええ、またちょっと違いますね、ファットだいぶ、うんうん、だこれノイズがないんでしょうね。そうですね、めちゃめちゃ歪ませる人はありかも。はい、うん、もう全然歪ませない。これシングルコイルだったら、うん、やっぱりうーっていう、やっぱりそこは出てきますからね。はい、こういうことか。はい、こういう風に使いたい人はシングルコイルっていうか、あのフロントのリードトーン、そうですね、ちょっと歪ませたいリードトーンとか欲しい人は、これ選ぶといいかもしれないですね、うん、がね、そうです、だいぶこう前出ますよね。アタックだけじゃない感じ、やっぱ伸びやかになりますよね、はい、さっきのエドワーズじゃ出ないですよね。そうですね、このピックアップのやっぱ選定って、はい、まあ、その時その時でやっぱスペックを決める、うん、まあ議論があって、ね、でこれ結構ほんとほんと千差万別で、うんうん、うちの社員でも「もう和也さんの言う通りやっぱシングルの方がいいじゃん」って思ってるスタッフ全然いると思うんですよ。そうですね、だから本当にもうその時その時でこういろいろ議論があって、うん、ああでもないこうでも言いながらこう作っていってる、うん、だから、まあ、これが完成形っていうよりかは本当にユーザーに
あとはもう、あの、変えて、あの、お楽しみくださいっていう。そうですね。はい。で、やっぱりね、材がいい。ああ。あの、バランスがすごく良くて、多分ね、これ、重くなったり軽くなったりしちゃうんですよね、その、うん、ある程度、その、天然素材なんで。はい。その辺がちゃんとコントロールされてる感じがありますね。その高いモデルというか上位のモデルは、はい、その辺で多分職人さんがこう最初にね、こう選んでこれいくかみたいな感じ、このセットでいくかっていうところで経験で結構選んでいただくところだと思うんですけど、その辺が多分ね行き届いてるんだろうな。もうめちゃめちゃ楽ですもんこの状態リラックス、そう超リラックス状態、 それってすごく大事で、やっぱり、ね、結構長時間弾くんですよね僕らね、集中してると、うん、それでなんか疲労感だったりとかっていうのはなんかこう潜在的にこう、うん、弾かなくさせちゃう理由になってるしますんで、しっかり選んだ方がいいですこれね、うん、はい。じゃあ、ゴリゴリ歪みのリア弾いてなかったんで、弾いてますね。あのギターが振動してくれるっていうのはすごい気持ちいいですよね、はい、うん、やっぱ打てば響くものの方が、うんうん、楽器としてはね、楽器楽しいね、はい、うん、って書きますけれども、その楽しさがありますよ、うん、すごくいいです。ここを持った時に分かります。ここでしっかりこう保持できる感じ、ありがとうございます。ありがとうございます。分かりました、なんとなくですけども、はい、まあ、ちょっと3種類ね、同じあのスナンバータイプを、うん、ね、また同じ仕様とかではなかったんですけども、はい、やっぱりこう傾向がつかめたかもしれない。うん、そう、この辺やっぱりね、どこまでがこう重要視するかというところだと思いますけど、はい、皆さんこう楽器店でね、ビッグボスさんで弾いていただいて、はい、いろいろこうアーダコーダー言って、まあ、結果的に ESP 行くか、うん、今回はちょっとね、エドバーズでいいかとか、グラスルーツもありだなとか、全然 OK みたいなところで、はい、いろいろ楽しんでいただければ。もちろん全然本当OK。いいじゃないでしょうか。選べるのは楽しいですね。